たいと思います。いやすごい天気です。なんで恥ずかしい。いつもこんなんよ。さあ今日はいつものゆうこりんと桜茶屋店長まいさんです。はい、まいさんです。はい、桜チャンネル2回目の出演のまいさんです。はい、長江口に到着です。こちらからね、ロープウェイ乗る方は入ってください。もうこうくぐってるとね、もうロープウェイ乗り場がすぐ見えます。まさか動画で紹介すると思わんかったな、これ。でも動画で紹介すると思わんかった、この道は。いやいやいや、今までは写真では紹介してきたけど、そうそうそう、動画で尾道は俺が紹介すると思わなかったな。で、先行時にね、あの行くルートどこがいいですかってよく聞かれるんですけど、私は先行時に行くときには猫の細道を通ってほしいなと思います。この後ろ神社のところの脇のね、うん、今日ここから向かえますのでね。はい、普段歩かない2人が歩いております。絶対2人とも筋肉痛で明日。はい、猫ちゃんがお出迎えしてくれました。慣れてない派の猫は。はい、ここは猫の細道に入ります。ここに来たら福石猫、石でできた猫ちゃんがたくさんいます。はい、こんなとこにもいますのでね、こういうのを探しながらね、猫ちゃんを探しながら歩くのも一つの楽しみですよ。ほら、ここにも。そうかな。はい、ここにも、ここにも、ここにもいっぱいいます。いやー、すごいすごい、こんな感じです。なんか俺動画撮るといつもカラスが鳴くんだけど、なんなんだろう。思わん、どこ行って動画撮ってもカラスが鳴いてるよね。入っとるやろ、カラスの鳴き声が。初代、あ、こちらね、初代、初代の福石猫ちゃんです。頭を3回撫でてください。福がやってくるでしょう。初代すごいね。こちらが猫の細道ですね。猫の細道を抜けると僕が大好きな景色が見えてきます。尾道の景色の中でも僕の中で今んとこベスト3に入る場所ですね。この天寧寺さんの三重の塔、この天寧寺の三重の塔から見る尾道水道の景色が最高にいいんでね。さあ皆さん、もうすぐですよ。さあもうすぐですよ。さあもうすぐですよ。さあ見えてきました。見えてきました。
来たこれ見てくださいうわー最高に綺麗ですこの景色いやーこの道に生まれてきてよかったいや、尾道来たらね、この猫の細道からの三重の塔の風景、景色、これ絶対ね、おすすめです。途中ね、公衆トイレもありますのでね。はい、ゆうこりん今うんこしてます。ゆうこりんうんこ終了ゆうこりんうんこ終了普段運動しない2人が階段を上がると必死ですいつも笑顔でいたいなニコニコ地蔵さん口何つけたのあれマスクつけ…あ、マスクつけたんだタラコ唇みたいなアヒルの唇マスクしてますよ、お地蔵さん早くね、マスクせずに暮らせるようになりたいですねみんなに紹介したいねとこなんで、ね、はい。いやでもめっちゃ今日は天気がいいですね。いいね。ねでもこの朝の早い時間から結構いますね。ねおかげさんで。いやもう千光寺といえばお母さんでしょ。そんなことないですよ。いや本当、ベイムとお母さんね、本当ね、たくさんの人来てほしいですよね、ま、前のようにね。そうですね、本当嬉しいですね、お客さんに来られたら。いや。おすすめのお守りとかありますか？おすすめはもう、本当若い方は縁結び、私中年の方は無病息災健康ですね、これがもう本当有名ですね昔からあるおばちゃんごとしたらすごいからですあ、これ？ひょうたんの中にひょうたん5つで自分が幸せを念じながらこの中に入れていただいたらいいんです、健康のお守りさんね、それとこの目が出るだるまさんあ目が出るお仕事に目が出るすべてに頑張ってらっしゃる方に目が出るねああなるほどねねこれはもう昔からある、私がお手伝いする前からありまして、これ下が開きましたらおばちゃんのお手手にお姉さんと大客さんがはめてるわー本当だへえ。船上さんが入ってるんですよよく皆さんインスタ見ておいでます、今いいですね紹介したインスタとかね、本当ね、若い観光客増えたよね。そうですね。ねでも若い人にね、こうやって尾道来てもらうのはすごい嬉しいよね。そうですね。ねえ。しっかり宣伝しといて。はい。ちょっと三脈見えたらいいのにね。ねえ。三脈見えないの夕方じゃないか。ああ、そうなんだ。やっとね。はい、こう大きいね、玉があります私も玉2つ持ってますけど、こんな大きいことないですね志賀直哉さん、ね、はい、ここにね、岩のトンネルがあるので頭を打たないでくださいねよいしょなんで松ぼっくりにそんな感動するんやあーロープウェイがいっぱい乗ってますね密じゃんやばいやばいもうそんなフル解除したのかなようやくもみじらしいもみじに出会いましたはい有名なポンポン岩
包み岩が見えてきましたよ。はい、名勝包み岩。岩の上を小石で打つとポンポンと、なんで包みのような音がする、別名ポンポン岩。じゃあせっかくなんでね、叩いてみましょうか。これですね。さあ、鳴るかどうか聞いとってくださいよ、みんな。微妙微妙。いや、微妙かなと思ってポンポンポン音がする、ポンポン、うん、ポンポン、岩叩いてる、うん、ゆうこれお腹叩いたらなんでいや、小学生みたいそう、すごい箱庭的尾道、箱庭的都市と呼ばれる、うん、まあなんかよくわかるような気がしますね。はい。色づいてないんだもんね。これあそこもね、多分ねこんな感じだと思うわ、うん、この後行こうと思ってる場所も。いや、これまた編集するの大変だな、もう。もうね、編集するのに何時間かかることか、これ。もう編集してる間も睡眠時間4時間とかや。そう、そんだけ頑張ったのにあんまり再生されなかったらやっぱちょっとへこむよね。うん、いやー、ここも絵になりますね、この坂道。あれ、どこなんだろうね、 STU が撮影してた場所。本当にこんなにツタがね、ファーム亭さんですね。ここもカフェ、おしゃれなカフェです。よいしょ、こんにちは。猫ちゃんミッケー、猫ちゃんミッケーいやー、めっちゃくつろいどるし爆睡してます。爆睡中の猫ちゃん、かわいいほんと爆睡してるね。普通物音とかでこう反応してから逃げたりするけどね、まあ安心しきっとるよね。はい、いやー、すごいな。
い、ちょっと猫ちゃん一匹しかいませんでしたけど、可愛いですね猫は。はい、秋を見つけました。あ、ここかな。あ、ここだわ。ちっちゃ。ここ、ここ。ここだよ、ここ。ここ。ここよ。むしろ、こんな狭かったんだね。うん。うん。アルマフリさん、ちょっとあの社長がこっち行くんだったら右にずれていかんと。あ、俺が、あ、そうか。あ、そう。もう一回じゃあ。正面から走っていったら。テイクツ。どうする、帰ってきて一眼なくなっちゃったら。あ、ずっと撮ってる。あ、いいよ。メイキングイブン。え、これ一回切らんでいい？再生しっぱなしでいい？あ、まあ、いいよ。いくよ。この道もおすすめです。いや、これ絶対筋肉痛じゃろ、二人とも。普段使わん筋肉じゃもんね。これね、登る時より下る時の方がしんどいん。そう、中央東線が見えますね。はい、2号線に出てきました。はい、有名な唐沢さんですね。唐沢さんの向かいにある取っ手、こちらも有名な観光スポットです。はい、このベンチにね、座って記念写真を撮る方がすごく多いです。唐沢さんの前のベンチに座って、はい、今休憩してます。はい、恥ずかしがり屋なくせに目立ちたがり屋の言う超人見知りなくせに目立ちたがり屋の言うこりいやー素敵。いやー、尾道やっぱり最高です。
みんな遊びに来てね。いやー、海とビッグヒップ。やる方もやる方ですね。本当にもうすごい、あなたはすごい。すごいな。いやー、楽しました。鳥かゴンベイさん。とね、焼き鳥屋さんなんですけど、最近ラーメンを始めちゃって。そう。でここのね、今店長さんがね、知り合いなんですよ。そう。Facebook でつながってる方の旦那さん。そう。はい。僕が頼んだのは、何だったかな。尾道名物。わけぎ丼。わけぎ丼がついてるやつ。いやー、うまそう。いや、本当わけぎと卵のみ。これに醤油をかけて食べるそうです。はい、次に向かっているのは味噌で天満宮さんですね。でもここめっちゃおすすめ。でもロープウェイ乗り場からそんなに距離ないけんね。10分ぐらいかな、ゆっくり歩いて。10分かからんかな。やっぱりまだらだね。真っ赤にはなってないね。かもしれん。いや、ここにね、一本だけあるね、もみじの木。これがとても綺麗なんですよ。いや、今年も見に来ることができました。またカラスが鳴いてる。なんなんじゃろう。なんで俺の動画にカラスが絶対出演するんじゃろう。到着です。すごい、結構急ですよこの階段ね。こっからの景色も綺麗ですよ。いやー、これです。毎年見に来てる味噌で天満宮の一本もみじ。いやいや、これ見てください、これこのね、角度最高に綺麗でしょ。すっごくいいになるんですよね。うわ、やっぱりね、今年は色づきがやっぱ良くないですね。これまだ緑ですもん、ここ12月になろうとするのに、例年だともう真っ赤なんですけどね。ちょっと今年は遅いですね、色づくのが。はい、でこのね、横にある大三寺さんのね、もみじ、これまた多分もみじでも種類が違うんでしょうね。こちらにももみじがあるんですけど、すっごくこちらはね、もう真っ赤っかです。ここも毎年セットで写真撮るんですけど、この鐘つき堂とこのもみじをこう重ねて写真とか動画撮ると最高に綺麗ですよ。どんなですかこれ。この道の風景も映えるし、味噌で天満宮さんのね、一本もみじです。
はい、また来年来ます。皆さんもね、尾道来たらこの味噌天満宮さん、ぜひお越しください。学問の神様ですね。はい、私もここにね、もう何年通ってるだろう。うん、少し頭良くなったかもしれない。あ、そうなん。なんかさっきリンダさんと階段から転び落ちたら。私がリンダさんになっちゃった。バーブ、私のビッグヒップをリンダさん触るんじゃないかしら。どうしよう、恥ずかしいわ。リンダさんのおトイレ行った時、リンダさんの何々を見ないといけないじゃないの。キャー、恥ずかしい。あのカー向くじゃろ。なんでやねん。もうね、ほんとね、もう申し訳ない。おじさんおばさんで。ありがとう、付き合ってくれて。うん、まあ今日休みやけん、そういうことないけん、すぐ編集取り掛かって、うん、まあ早ければ夜にアップできるかな。ありがとうございました。はい、また明日からよろしく。